皆さんこんにちは、久住小春です。今日はですね、メイクをしていきたいと思います。今スキンケアをした状態なんですけど、ナチュラグラッセという、お肌に優しい、ブランドがあるんですけれども、その化粧品を使ってメイクをしていきたいと思います。下地とか、ファンデーション、あとパウダーとかアイシャドウとか全部、ナチュラグラッセさんを使ってメイクしていきたいと思います。ナチュラグラッセさんは石鹸落ちできるんですよ。だからすごい肌にも優しいので私は愛用してます。まずね、結構いっぱい私持ってて、ベースもいっぱいあるんですよ。なんかこういう風なカラープラスの、これはミントグリーン、こちらラベンダーピンクのベースなんですけど、これもいっぱい持ってて、まあ、とりあえず今日は、まあ、どっちか使っていきたいと思います。じゃあこのミントグリーンの方にしようかな。 SPF が 44% 入ってます。結構そのナチュラグラッセさん、よく新作を出されてるんですけども、その夏だったらこうね、なんだろうな、日焼け止めとか、これ去年出してたやつなんですけど、こういうなんか日焼け止めが結構強いのが入ってるベースとかもあります。あとちょっとワントーン上がりましたかね。で、このあと次はファンデーション。これも石鹸落ちできます。もうめっちゃ使ってもうこれしかないんですけど、すごい、これめっちゃいいよ。結構カバー力あるんですよ。ちょっと今携帯を内側にしてメイクしてるのでちゃんと大丈夫かな。なんかツヤとかも出るかも。私なんかそんなにメイクが上手じゃないから、めっちゃ上手な人がやったらなんかもっと綺麗な仕上がりになるかも。でも結構こうやって適当でもどうかな。ちょっと最初すっぴんな状態だったんですけど、結構変わるよね。どう？ちょっと待ってください。普通に鏡持ってきた。見えますかね。ほらツヤが出てる感じするけど、結構カバー力、薄くつけてるけど割とナチュラルに肌が綺麗に見えます。で、これは、パウダーなんですけど、ラベンダーピンクです。限定品だったみたいです。これもなんかね、もうちょっとでいいと思う。私結構粉をつけすぎる傾向があって、比べたら、それに比べたら、ゲスマス。で、次シャドウ。何使おうかな。なんか、見えない。まあ、こういう感じの。まあ、使いやすいブラウンもあるし、
そんな感じのね、なんかボルドーとかそういう感じのね、結構攻めた色のもあるか。いつもね同じの使っちゃうんですけど、あ、こうやってなんか夏っぽいオレンジとかこんな感じとかもあります。どうしよう、なんかいろいろ使ってみようかな。あ、じゃあこれ使ってみます。まずまぶたにシュッシュッシュと、なんかベースっぽいやつ、ピンクを本当にすごいナチュラルな感じに仕上がります。ちょっとでもカメラだと分かりづらいですかね。こんな感じで目尻にぼかします。こんな感じです。ちょっと変わったかな。あ、ちょっと汚いなこれ。なんかこれね、これの黒い方、下の黒いやつを眉毛に使います。結構これ前めっちゃ使ってて、このパレット年季入っちゃって、こんな感じ。まつげを上げる。まあ、ビブラは別に自分のです。こんな感じです。で、マスカラはナチュラルグロスさんの持ってないんで、普通の自分が持ってるマスカラをしたいと思います。これは多分キャンメイクのやつなんですけど、カールキープなんですよ。私まつげが下がりやすいので、いつもカールキープのマスカラを使ってます。で、ラインももうちょっとナチュラルグロスさん持ってないんで、これね、もうねほぼなくなりそうなんだけど、これを、何これ、まずあれ、もう全然つかない。ダメだ。これにしよう。なんかラブライナーのブラウン。これをちょっとインラインに引いていきます。こんな感じでいいかな。ちょっとはみ出す感じ。しました。このピンクのやつを、ね、こんな感じ入れました。で、リップもナチュラルグロスさんを使います。
こんな感じの色味です。ちょっとこっちの色使います。結構乾燥しちゃってる。使わないとね、こうあれなんで、上をねギュッとやって取りました。そしたら新しい感じ。おお、すごい作った。なんかこうしたらいいとかあるんかな。結構ナチュラルめです。でもまあすっぴんの時よりちょっと変わったな。なんかこんな感じで、あの SPF が入った日焼け止めパウダー、こういうのもなんか夏ちょっと上から、まあまだ夏まだですけど感じでやったりとかできます。以上、ナチュラグラッセさんでメイクしてみました。参考にしてみてください。